久々のピーク。ガスティー。はい。全く見えないよ。てかここなくなっちゃった。すげえ家賃高くなったんだろうね。何の店だったんですか。シルバー、日本だけの人だけのシルバーアクセサリーを扱ってたの。ドラゴンフルーツって言うんだ。キュウリとか。味めっちゃ淡白です。淡白。こんなガラシっておきながら。本当すっごい味薄い。でもね、あの癖になるんですよ。水分っぽい。シンナーの匂いがすごいな。シンナーすごいね、これね、やっぱね。頭痛くなる。ミッションインポッシブル割れたな。すげえ。すごいな、だからね。こっちすごい苦手。あ、やばいな。すげえ怖い。逆、体、はって反転させられないの。そっか、ジャンプすっか。ああ、すごいすごい。ミッションインポッシブルだ。すごいね、高野くん。OK。これは下がペンキ塗りたてなんで、今のようなことになってました。すごい雨。あ、うちのエアコンです。今日はカレー高徳作っていただきました。すごい雨だね、ほんと。なんじゃこれ。本日の一本、ミッシェルエノをフランスで逆です。すごく珍しい形。